こんにちは、井上彰です。私もね、よく知っています。日本の誇るビッグバンド、はい、原信夫とシャープス&フラッツの皆さんで、はい、曲はスペースシャトルスペシャルです。こんにちは。
ベストサンド2の井上明です、はい、こんにちは、和田香菜子です。もうね、夏たけなという感じになりますね。そうですね、日差しが眩しいせいか、サングラスをかけてますが、今日はで、まあ大体ね、いつもスタジオの中で仕事をしてると、うん、気候の変化とか天候の変化とかに関係なく生活をして、そうですね、今日はどういう天気だったんだろうなんて、その上、生まれつきメイクの人に文句言われるほど色が白くて、夏なんて関係ないような感じなんですけどね。はい、はい、頑張ってほしいと思います。ということで、今日から4回にわたってね、はい、スクエアサウンドの、最新事情ということで、はい、スクエアサウンドに迫ってみようということなんですけれどもね、はい、まず今日はですね、スクエアのサウンドの、まあ、特徴の一つと言ってもいい、ね、伊藤武さんが演奏するウィンドシンセサイザー、うん、ウィンドシンセサイザー、はい、ウィンドシンセサイザーでちょっと耳慣れない名前ですけれどもね、さっきのサブメロディーと同じような感じでも、なんとなくわかるという感じで、それを中心に、スクエアサウンドを解剖してみようという企画になってます、はい、よろしくお願いします。まずですね、はい、そのウィンドシンセというのが何だろうという、うん、まあ、スクエアのファンでね、コンサートなんか来たりした人はもう知らない人はいないでしょうが、はい、まず実物を、そうですね、まずこっちが最近開発したんですけど、はいはいはい、デジタルの、ウィンドシンセですね。こうなんかクライネットとサックスの中間みたいな。昔だったリコーダーというのによく似てますよ ますね。リコーダーかっこよい、はい、それからこれが以前から使ってる、アナログのウィンドシンセですね。なるほど。だいたい使い始めて何年くらいなんですか。そう、もう 5,6 年になりますか。昔トム・スコットとかね、ああいう人が使ってましたね。彼はもうすごく大きいシンセサイズを使ってて、その頃、まあ、日本で買ったらちょっと手が出ないっていうようなね。でもこれはなんか、現在はあんまり作られていないという噂がありますね。はい、今はなかなか手に入れるの難しいんじゃないかと思います。持ってる人が勝ちという感じなんですね。そう、絶対そういう感じします。でも昔ね、トム・スコットなんかが使った頃は結構チューニングがやばかったっていう。そうですね、以前のシンセっていうのはね、チューニングでみんな悩まされてね。まあシンセサイザー自体がね、ミニムーグなんて本当辛いもんがありましたからね。聞いてる人が言ってくれて。でも今ね、改めて聞くとミニムーグが新しかったりするんですが、はい、これはでも、まあ、いわゆるブレスコントローラーのこう最高級品みたいな感じのもので、そうですね、その信号がどういうふうに流れていってるんですか。まあ、キーボードのシンセサイザーと一番違うところっていうのは、まあ、キーボードの前には ADSR っていうゲートで、音色をその音の特性みたいなのを決定しますね。その辺をウィンドシンセの場合には、息の力で変えていくと、自分で変えていくという、まあ、その辺が一番大きな違いだと思いますけどね。まあ、人間的ですね。セッティングとしてはね、まあ、ここに、ベンドダウンっていうのとリップと、はい、それとウィンドっていうのがあって、まあ、他にもいろいろあるんですけども、今僕はこの3つを使って、で、まあ、ベンドダウンっていうのを、VCO っていうのがありますね、はいはい、それから、ウィンドっていうのを VCA と VCF、いわゆる音量と音色の変化のことで、それはひょっとすると、まあ、伊藤武史流の使い方で違うセッティングも作れるわけですか。 ね、 その人によってかなりいろいろバリエーションがありますから、いろいろ作れるんじゃないかと思いますけど ね、 ね、ということは誰か他の、まあ、同じ楽器を使っている人でもパッと来て吹いたら全然違うことになっちゃったり、まあそういうこともあるでしょうね。電動をかけようと思ったら突然違う方向に行ってしまう。どうしてもこの息を使ってるもんでね、みんなそれぞれその圧力が違うんですね、息の圧力が。 でその辺のマッチングっていうのがそれぞれ違う。それはちょうどサックスでいうリードの硬さとか、うん、マウスピースの空きの広さとか、その辺のことになるんじゃないかと思うんですよね。まあ、サックスもね、みんなマウスピース自分で作ったり、リードも選んだりね、あとオーボエとかあいがきになっちゃうとね、自分で作るしかないから、延々釣り道具みたいなのをね、覚えました。練習する時間よりもリード作ってる時間の方が長いんじゃないかっていう。そうなんですよ、手に職を持つというのはいいことなんですけどね。で、その音源がそうです、アナログ版はこちらですね、これなんか
これが素晴らしい。なかなかオリジナルの一見大時代的という感じがしますね。非常に太い音が出て、これはもうオリジナルで作ってもらったんですけども、なんでもあれですね、オシレーターとフィルターと違う会社のシンセサイザーを組み込んで使っている。でもオリジナルですから。コピーではありませんか。なるほどね。まあ、この場合は今オシレーターが4つ、はい、でこれ全部当然全部一緒に出すことも一つだけ出すことも可能だし、はい、あとフィルターが一つと、はい、あとエキサイターもついてるんですね、ここにね。あ、なるほどね。最終出口についてる、はい、それとあとこの下のコネクションっていうのはいわゆるこのリリコンとこのシンサイドをマッチするため の、あの部分になるんですけどね。あのあれですね、フィルターの設定やなんかはある程度曲ごとに決めといて切り替えていくっていう、うん、そうですね。フィルターはまあ自分の息の力で、その大体この辺かなっていうのを決めて、あとはもうその時の雰囲気でこう強くフィルターがかかったり弱くかかったりというのは自分の表情の世界になりますね、じゃあまずちょっとね音を出してみていただきたいですね。はい、音域なんかもね、これを出たりします。はい、一応まあじゃあフレーのやつをまず、はい、フレーは、宝島という曲のメロディーですね。こういう感じですね。なるほど。音域的にもね、まあ、あのサックスとは近しい楽器ではあるだろうけど、うん、そうですけども、この音域をサックスの実音で出そうとすると相当高い方になりますね。高いですよね。そうですね。で、オクターブ下げるとかなり泥臭い感じになるというか、そうですね、アーシーな部分がかなり強調されるんじゃないかと。それに比べると、まあこのウィンドシンセサイザーの場合は、はい、まあ、音域的にも随分、あの、カバーできる音域が広いわけですが、音色によっても印象を随分変えたりすることができる、ね、ということが言えますよね。はい、サックスよりは確実に透明感っていうのはありますね。新しい音ですよね。新しい音、時代の音という感じですね。はい、で、まあ、はい、ちなみにね、違う音というのもちょっと聞かせていただけると、今ね、これはね、パルス系の音で、はい、まあ、そうですね、ハーモニカみたいなに近い音だったと思うんですけど、これが今よく使う音でね、ブラス系の音ですね。これはいろいろ。じゃあちょっと泉君と2人で例えばどういうのかというのをやってみましょうか。今ね、ずいぶんね、アタックタイムが要するに同じメロディーの中で変わってましたね。例えば今やってみると、これは遅いわけですね。あ、結局かなり変わりますね。自分の息の量で、結局キーボードを使う場合には、アタックタイムというのは設定したらほとんど演奏中は変えられない、両手使ってますからね、はいはい、だから遅くしたいときはまあペダルを使う、ね、あるいはなんか違うコントローラーを使うということになるわけで、いっぺんに2つ3つの要素をコントロールするのは難しいんですが、その辺がこのウィンドシンセの自由自在に、ね、ますね。あれだけのこれだけの情報量を送ろうと思うとキーボードだとなかなか難しいんじゃないか。なるほど。ちなみにですね、そのデジタル版もあるということなんですけれども、はいはい、まあ、そのアナログとデジタルの音の違いっていうのはやっぱりこう、音の立ち上がりの雰囲気の違いとか、アタック感の違いとかね、そういうことになってきちゃうと思うんですけども、やっぱりデジタル特有のあのシャープな音っていうのはありますからね。
ちょっとそれも音聞いてみましょう、はい、これもじゃあ楽器自体は同じ同じそうですね、大体同じものですね、はい、あとまあ、これだけねやっぱり個性のある楽器を持ってるっていうことがスクエアサウンドの個性作りの役に立っていることは間違いないですね。ということで今日は第1回目だったんですけれども、まず伊藤武さん中心に、ウィンドシンセのね、はい、どのようにスクエアのサウンドの中で使われているかといったところを取り上げています、はい、来週はまた違った角度からスクエアサウンドに迫ってみたいと思います、はい。そうですね、あのボーイという曲をね、はい、この間歌わせていただきましたが、はい、実はねビデオをね作ったんですよ、はい、なるほど、なんか NHK 風プロモーションビデオということなんでね、なんかねこれが面白く出来上がってますので、はい、それを皆さんにね早速見てみましょう。ぜひ見ていただきたいと思います。役とかやってましたね。そうですね、なかなかオトミチックなとこあってびっくりしました、はい、自分で、なんで、はい、それでは、最後に行きたいと思います。お待ちかねですね、はい、はい、スクエアの スタジオライブで曲は宝島です。
や、はい、なんか、いいお酒と美味しいものを食べたようないい気持ちにさせられましたけど、いいお酒と美味しいものを食べたような気持ちね、はい、なるほど、はい、それでは来週までお楽しみに。